片町スクランブルナイト <laughs> 続いてのコーナーは <laughs> 私加藤豊が片町グルメを食してまいるこのコーナーでございます加藤豊の心ここのグルメイイ改めましてこんばんは加藤豊ですいややったことないからねだって <laughs> 続いてはあれですみたいな感じになりますけれどもここのグルメのコーナー片町の美味しいものを一人で黙々と食べてくるということお二人は今回連れてってません1回目は抜貫屋カレウダイそして前回が天ぷらスタンドおはこ行きたいね本当に行きたいもうね本当にありがとうございます最高の企画あののの卵三段やつ最高ですよで今日は 今日はでございます。はい。えー、焼き鳥長千屋片町本店でございます。はい、ダーン。こちらね。はい。もうあのこの写真の右奥には片町キララがございます。うん、そうですね。はい。もう片町キララのすぐ奥と言ってもいいぐらいな感じなんですけれどもね。うん、はい、えー。徒歩1分ないな。黒赤キイの目立つお店でございますし、こちらねテイクアウトカウンター。うん 店内の様子をうかがい知ることもできますし、なんといってもこの燃焼中、<laughs> うん、営業中でなくて、燃焼中ってね、燃,燃えてるんです。なるほど、はい、この辺りがね、お店のコンセプトにもありますけれども、うんはい、早速もうね、店内へ大きなちょうまい手羽先、だがーんとありますけれども、はい、こちら、そう、金沢手羽先がちょ屋の名物でございまして、自慢の一品です、備調炭使用店と。 踊ってますけれども、こちらの男前はですね、はい、店長代理の木橋憲久さん、アルバイトからの叩き上げ、物産展などでは全国を飛び回るカニザの A 型です。カニザの A 型。はい。で、えっ、ー、とね、提灯屋なんですけれども、こうしてね、カウンターのね。 ところありますよねカウンターからはやっぱりこう調理している様子がうかがい知ることができると、うん、これも一つの魅,力の魅力だと思うんですよね。いつも燃えてますもんね、あのコーナーは。うん、で、あのー、ね、名酒がずらりと、はい、これ焼酎が、ね、いっぱい並んでますけれども、はい、まあやっぱりね、お好みに合わせてだと思いますけれども、うん、手羽先にはビール、うん、で鶏には焼酎、うんね、これいいんじゃないかなと、こんな感じでカウンター席、さらにはお座敷なんかもございまして、はい、ことっと。 ゆっくりねそ<う>はい楽しむこともできますここの奥に座ると注文しすぎるのはちょっとなんて <laughs> ねえですよねはい,ね、えーいはい、で、えー、<laughs> テイクアウトとかね通販もございまして、はい、これも、えー、特にねテイクアウトはコロナの影響もあって、えーえー、コロナの影響を追い風に変えて人気を集めているという,、えー、ということなんですよねこれ後ほどじっくりとまたご紹介しようと思いますがど,どん、はい、金沢手羽先、うん うんでえー、今ね、金沢手羽先のお話し,しましたけれども、うんはい、金沢手羽先と炎焼き、そして焼き鳥、うん、このね、うん、3種が提灯屋のクリーンナップです。うんはい、ゴジラ、清原、高橋由伸、なるほどあるいは大長嶋芝田、<laughs> 宮谷さん世代的にはそんな感じでしょうか、金沢手羽先、とうなグランプリ受賞点、<laughs> とりあえずこれだってばってありますけれども、グランプリ受賞というのは、ですね手羽先サミット2019という、うん。 本場手羽先の本場、名古屋で開催されている手羽先の日本一を決めるサミットまあグルメイベントがあるんですってでそこで2015年は金賞2017年は準グランプリそして2019の手羽先サミットでグランプリ日本一に輝いたすごい、すごいこれ本場ですから,言ったらね手羽先のホームで乗り込んでいってアウェイの金沢手羽先が優勝これはすごいでしょ。 色々なね名だたる手羽先が集まってくる中で人気を集めたということなんですね。うん、でそのじゃあ金沢手羽先の人気の秘密なんですけれども国産の手羽先、うんね、これをね、はいえー、今フライヤーで踊ってますよね、はい、フライヤーに入っている手羽先にエールを送ります。<laughs> <laughs> 美味しいし手羽先になるるんやぞと <laughs> エールを送る、はい そして、タレが自慢です。あ、これ上がったところですよ。なんかつやつやしてるでしょう。で、タレが自慢なんですけども、大野醤油ベース。あ、そうですね。大野醤油ベースで、2日間、じっくりと火入れをして。そして、まあ、大野醤油ですから、甘みと旨味がやっぱ濃いわけなんですね。はい、今ね、これ、特製の秘伝のタレに。 絡めてますよ、木橋さんが。うん、で、えー、この秘伝のタレ、二日間火入れした秘伝のタレ、数種類のスパイス。これを絡めまして。うんうんうん、ああ、美味しい。これ後からスパイス絡めてたんですか。そう、えっ、ー、とね、そこの、この段階でも絡まってると思うんですけれども、最後にかけてるのはごま。ゴマ、うん、パウダーを。サラ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 。ーパウダーなんか、あの、食べると、こう、衣にも、最初から入ってるかのように。そうなんですよね。思いますけどね。で、あの。 手羽先、結構全国の手羽先ってスパイシーなものがね、うん、多かったりもすると思うんですけれども,、うんええ、もこの金沢手羽先提灯屋の手羽先は。ええ 甘くて辛くてうまい甘辛うま辛,辛な感じご家族みんなが美味しく食べられるっていうところが、ねね、グランプリの,この一つのポイントだったということです、ね、それやっぱり大野醤油を使ってるからっていうのもあるかもしれません大野の醤油ってちょっと甘甘どちらかというと甘口ですい。うん、そうだと思うんですよね、うん、光り輝く金沢手羽先、はい、こうして持ってきていただきました。 これですよそっかごまかかってるやなごまかかってんので金沢手羽先手羽先の食べ方なんていうのも教えていただきました大体手羽先くの字になってますよねこれを両手で両端持ちますでいろろな角度から手羽先をご覧いただいておりますけれどもお腹さっきから本当に喉は乾くしお腹も減るしはい こんな感じ早く食べて <laughs> そうで来た来た眺めております、ね。金沢手羽先。両手で持ちますよ。はい、そしたらこのくの字を逆にギュッと曲げて真ん中から切ります。切ったそしたらあの太い方太い方,太い方を縦にかぶりつきます。これね、えっと、切ったところは骨が分かれてるんですって。 あそうですね。で、持ってる方は骨がくっついてるので、はい、切り口の方から縦にかぶりついて、ビューッと引っ張ると、骨だけスポーンと抜ける。<ー>持ったまま、そのままいけばいいんですそ,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 そう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 。なるほどこれ、正当な食べ方ね。うん、うまいこと言ったね。下出てる。<laughs> そうであの、もう片っぽの先っぽの方っていうんですかね。うん、これの方はもう自由にフリースタイルでむしゃぶりついていただいて。うん、なるほど、はい、となりますと、もう次から次へと止まりません。うん、スポーン、スポーン。 じゅーっていう感じでこういつも食べてるけどこんな食べ方してたかな <laughs> いやこれが正当な食べ方,食べ方まあ美味しい。で、やっぱりね、これビールが合いますよ。最高やね、もう。最高。で、手羽食べてビール飲んで。えー、指までおつまみになりますああ、なるほど。そうもう本当にねそう。 ハッピーな気持ちになる粉がついたせんべいみたいなのあるでしょ手羽先もね、幸せな気持ちになりますよ。コロナじゃなければ加藤さんの指をしゃぶりたいゃぶりたい。密ですから、そこはね、お互いに飛沫をかけるたいな人の指しゃぶるのは勘弁いただきたいと思いますけど、ご自身のは大丈夫。加藤さんの指が手羽先に見えてきたよ。あとでこれ、これ、炎踊りですよ。薩摩というね 鹿児島の地鶏だそうでして、はいうん、あの普通、こういう鶏肉のブロイラー若鶏って45日から50日ぐらい若いうちに出荷されるんだそうですけども、うんうん、この薩摩チランドリというのはそれよりもずっと時間をかけてお大きくな,、はい、なるまで,るりになるでじっくりと大きくなってしかも筋肉質。 うん、それがまたうまい,いんですよ。うん、なるほど、はい。炎焼きというだけありまして、うんはい、赤い炎がメラメラと上がりますこれすごいでしょ。ああ<ー>ファイヤーですね。焼き鳥用には備長炭を。で備長、うん、炭ではこういう炎が上がりませんから、ね、ああなるほど。ね、おがたんという炭を使ってフワッとファイヤーしながらあでも炭は炭なんだ。炭です。 でこの2種類の炭を使い分けることによって特にこのファイヤー上がることによって、うん、表面カリッと香ばしく、うん、中はジューシーたまりませんせせりですこれうまそうやな首のところですねネック首がやっぱりほら鳥ってよく動かすから筋肉質、はいはい、この顔がもう腹立つね <laughs> <laughs> でも黙々と黙食ですから黙食でここのグルメですよ黙食でもいいわ塩たれポン酢ありますけれども一番人気はお塩はい柚子胡椒をつけてああ柚子胡椒ねうまそうこれもやっぱりビールですかあでもねこれあの炎踊り炭焼きは九州の方が本場らしいのあなるほどなるほどいなので芋焼酎かそうそう薩摩ちらんどりでもありますから焼酎いいですよねなるほどはい 素晴らしいこれコリコリしておいしいあこれももももでももももね表面黒っぽく見えるので焦げてるのって思うかもしれませんけれども、うん、違うんですこれ炭のねやっぱりこあと言いま炭の色でしょうね炭の色はいでレモンを絞りつつ絞りましたか絞りました行かせていただきましたもも<か>です ななんんでこんな顔をする <laughs> だって、ももですもの。ジューシーなんですもも,ももだとああいう顔をするのか。おジューシー <laughs> っていう顔。もう吠えたくなる。 飛沫がまなない程度にたくりしあとねそう金沢メンチっていうメニューがございました金沢メンチ鳥じゃない鳥じゃないんですメンチえっと金沢の石川県の食材にこだわりまして能登豚加賀れんこんそして小松トマトはペースト状で大野醤油で味をつけてということであのこのまま食べられるような感じの はい味付けですメンチカツ嫌いな人いないですからねいないでしょうこんな感じで出てくるんですけど結構なボリュームはいで小松トマトでこの付け合わせうんペースト状に中に入ってます。中に入ってですよね付け合わせのミニトマトもすごいねフルーツトマトみたいな感じで超美味しかったまたこの顔はい手づかみでいただきますすみませんはいさあ金沢メンチメンチ 今肉汁がぐちゅっときてるわけです来ました。来ましょう。のとマト来てます。小松トマトきてます。かがれんこん、サクサクきてます。うーん、最高です。こ,れれんこんが味噌ですよね。そう、食感が、ね食感ね、いいんですよ。えー、もうだからね、ちょっとディスタンスを取りながら、うま、えー、いです。って精一杯、ちょっとね。<laughs> はい。お話をさせていただきましたけれどもね。 これも、ね、あでこれテイクアウトでね、はい、今ちょっと僕だけ食べて帰るのも申し訳ないなと思ったんで家族へのお土産をオーダーしましてここじゃないんかそうテイクアウトだと, <laughs> えーと税率8%万円になるんで3本一組で350円だったかな315円だったかな、うん、そうお安いです店頭でお確かめくださいはいまあでもねあの桃取りは 店頭で食べるからこそのねあ<ー>まあできれば手羽先もお店で食べていただきたいんですけれどもね,ね,、うん、ねこのお店でしか食べられない味をここでは提供してくださってるということですので。えーえー <laughs> ため息しかなでしょ、はい営業時間なんですけれども、月曜日から木曜日の平日は5時半から0時ラストオーダーの1時閉店、はい、そして金曜日、土曜日は5時半から1時ラストオーダーの2時閉店、うん、で今、不定休ということでございます。うん、あのホームページでは、ね、通信販売、うんはい、こちらの方もあります。 通販もありまして、えー、とこれはね真空かつ冷凍の状態、えー、でお手元に届きますので、うんはい、ご自宅でも簡単にねお店の味を楽しめますもちろんお店でいただくのがベスト、うん、お店で焼きたてジューシーなところをねお召し上がりいただきたいと思いますけれどもちょうちんや片町本店どうだどうだどうですか、うん、行こうちらんどりにこの熱いね芋焼酎 <laughs> もう最高ねはい、はい ね、ぜひねこれお召し上がりいただきたいなというふうに思います。はいということで加藤豊の「孤高のグルメ」今日はちょや片町本店ご紹介しましたくそ